皆さんこんばんは、今日も今日の一曲いってみたいと思います。はい、今日はね一日穏やかな、一日だったなという、感じなんですけどね。これからまた雨が降るんじゃないかって、まあ、場所によってはもう降ってるところもあるんですかね、っていう話なんですけどもね、降らないでほしいなと思ってます。はい、そして今日はね朝からねあの地震アラートがすごかったんですけど、皆さん大丈夫だったでしょうかね。ちょっとびっくりしましたよね。はい、それでは今日の一曲いってみたいと思います。今日の一曲はですね、最近あの通勤途中にですねあの FM を聞いてるんですけど、 FM 横浜、聞きながらね片道10分ぐらいなんですけどその中でですね、あ懐かしいなっていう曲がかかってて、あこれをちょっと歌ってみよう、すんごい難しい歌なんですよ。あのまあ本当はパンクロックなんだろうと思うんですけども、あのコードの使い方がねすごいなんかジャジーな感じですごい難しいんですよね。まあそんな曲なんですけども、以前ですね、もう何20年ぐらい前ですかね、25年ぐらい前ですかね、電車男っていうね、ドラマがありまして、そのエンディングテーマでかかってた曲です。それでいってみましょう。今日の一曲、サンボマスターで世界はそれを愛と呼ぶんだぜ。涙の中にかすかな明かりが灯ったら、君の目の前で温めてたこと話すのさ。それでも僕らの声が乾いてゆくだけなら、朝が来るまでせめて誰かと歌いたいんだ。昨日のあなたが嘘だと言うなら、昨日の景色を捨てちまうだけだ。新しい日々をつなぐのは新しい君と僕なのさ。僕らなぜか確かめ合う世界じゃそれを愛と呼ぶんだぜ。あなたのために歌うのがこれほど怖いものだとは。だけど僕ら確かめ合う今までの過去なんてなかったかのように言え。悲しみの夜なんてなかったかのように歌い出すんだ。世界じゃそれを愛と呼ぶんだぜ。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。いや懐かしいですね。いやでも本当難しい曲ですね。キーも高いんでね、ちょっとあのうちではねこれが限界なんですけども、本気でちょっと歌ってみたい。あのちゃんとギターもねあの本気で弾けて歌ってみたい、そんな曲ですね。まあ、ご本人のね動画も上げておきますけども、本当かっこいいんですよ。またあのねこのかっこいい歌とその見た目のねギャップがまたそれがまたいいんですよね、サンボマスターって。はい、ぜひぜひ皆さんご本人の曲を聴いてみてください。はい、そしてこのドラマ、電車男大好きでね毎週見てたんですけども、もうとにかくもう伊藤美咲さんが大好きで、もうね可愛くてしょうがないみたいな、感じでしたね。あのデビュー当時のね中山美穂さんをちょっとこう彷彿させる、中山美穂さんのこうとんがったところを取ってなんかこう清純な感じにした感じのね、ね本当に可愛い、そんな感じでしたね。今どうされてるんでしょうかね。はい、結婚されたっていうのは知ってますけども、今もなんか活動されたりとかしてるんですかね。はい、ありがとうございます。それでは昨日のコメント読んでいきたいなと思います。
はい、昨日までね、チェッカーズ週間ということで、昨日はジム&ジェーンの伝説歌いましたけども、孝太郎78さんでいいんですかね。コメントありがとうございます。いいっすね、めっちゃ懐かしい。サックスも、素敵。あ、そうですか、素敵でした。 嬉しいですね、そういうふうに言っていただけると。ありがとうございます。またコメントお待ちしてます。野中圭介さん、いつもありがとうございます。チェッカーズで一番好きな歌です。ありがとうございます。ね、僕も本当に1番、2番ぐらいに好きな曲だと思いますね。はい、ありがとうございます。しのさん、いつもありがとうございます。こんにちは。ドラマですね。情景が浮かびます。タニーさんが日に日に、フミヤに寄ってくるね。もう本当はね、もっと本意気でね、寄せて歌いたいとこなんですけどね。さすがに自宅だと無理があるなっていう。星になってしまった先輩を思い出しました。車が出来上がったら見せてくださいね。ね。徐々に徐々に、出来上がってますんで。はい、お待ちください。ねえ、まあ当時はね、本当にバイクで事故って亡くなったっていう話はね、結構聞きますよね。まあ暴走族がね、全盛期な時代でもありましたしね。はい、まあ本当、歌詞の内容はね、とても辛い内容ではあるんですけどね、なんかちょっとこう前を向いていく、そんな気持ちをね、こう思い起こさせてくれるような歌でもあるのかなと思いますね。はい、ありがとうございます。ノフさん、いつもありがとうございます。こんばんは。曲名を見てもメロディーが思い出せなかった。あ、そうですか。聞いてるうちにだんだんと思い出して懐かしく思いました。確かにフミヤさんと矢沢永吉さん、振りが似ているかも、言われてみて初めて気づきました。この後気にしながら、ご本人映像を見たいと思います。おそらく多分、フミヤさんも矢沢永吉さんに憧れてた部分があるんじゃないかなと思うんですよね。すごいマイクの使い方、マイクスタンドの使い方とかも、なんか A ちゃんを意識してるなっていう、そんな感じがしましたね。当時のね、ロックンローラーはやっぱりみんな憧れたと思いますよ。はい、なのでそういう感じになってるのかなっていう感じするんですけどね。リズムの取り方とかもこう、僕はできませんけど。 はい、ありがとうございます。ゴーストレイトさん、いつもありがとうございます。元旦那さん、おめでとう。素晴らしいですね。もうほんとゴーストレイトさん優しいね。もう優しい、本当ありがとうございますね。元旦那さんも喜んでると思います。はい、ぜひぜひまたご一緒しましょう。はい、ありがとうございます。はい、皆さんコメントありがとうございました。まあ、今週からね、まあ、本格的に6月ということで、まあ、梅雨入りもあるのかなっていう感じなんですけどね。なんか梅雨入り前にすごいもう梅雨みたいな気候になってますけどね。まだそんなに蒸し暑いっていう感じはしないんですけどね。これから6月入ったら本当、今月からね、どん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 蒸し暑くなってくると思うので、ぜひぜひ皆さん、体を動かしたりそういう時はですね、熱中症気をつけましょう。はい、まあ、今週末はですね、茅ヶ崎スタジオワンで、恒例の一大イベント、山本教授さんのね、 2days ライブありますので、そちらもね、ちょっと楽しみにしたいなと思います。はい、それでは皆さんにとって、楽しい素敵な1週間になりますように。それではまた明日。